だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。だるまさんが FC 大阪体育の授業始まるよは北海道札幌でダンスを教えていますあゆみ先生が担当していきます。よろしくお願いします。さあ今日は何をするかというと、私のねダンスのレッスンでいつもやっています、腹筋そしてお尻と太もものバランストレーニングを皆さんにもやってもらおうと思います。バランスはねどんなスポーツにも絶対に役立つと思うので、自分のできる秒数やできる回数でいいので無理せずにチャレンジしてみてください。では早速やってみましょう。はい、では始めていきます。真似してみてください。足は膝と膝をしっかり閉じて90度ここ平らにしていきます。では前習い、これでキープをしていくだけです。できればつま先ポイント、首も長くなるべく揺れないように、息は止めないように呼吸を続けましょう。チャレンジ、付け根からパタパタさせます。腕が動いても体が動かないようにキープキープ。 OK、 腕を止めて今度は足をパタパタ、膝は締めたままつま先はポイントでチャレンジ。次は腕も足も一緒に、はい、頑張れ。横に足を伸ばします。 V 字、さらにチャレンジ、手を胸の前で待って床スレスレ、自分のいけるとこまででいいです。おへそを見る、背中を丸める、もうちょっといける。いける方はこのままもう1セット同じことやっていきましょう。キープ、ホップ、膝自然に開いてきちゃうと思うのでギューッと内ももに力を入れて、でパタパタ、オッケー。腕を止めて次は足、つま先はポイント、いいですか。ほっ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 、はい、腕も一緒に、イエーイ、ストップ。腕を伸ばして V 字チャレンジ、つま先までピッ、いきますよ。自分のできるとこまででいいですからね。もう一回最初から巻き戻してもう1セットぐらいやってもいいです。頑張ってみてください。はい、次バランスやっていきます。足はパス、つま先ポイントで膝の横、太ももは平らにしたら手は胸の前ハーフティーです。前を見て首を長く、軸の膝はなるべく伸ばしてください。はい、手を横にしたらつま先ポイントのまま足を前に、はい、足を横に、お尻が開かないように注意しましょう。斜め前くらいでいいです。はい、そのまま手を前にして足を後ろ、できれば背中床と平行になるところまでチャレンジです。我慢我慢我慢、足の力よりもお腹の力意識してください。あと10、
頑張ってねー、バイバーイ。